えただいま議長のお許しをいただきましたので、えー、通告に基づいて1点一問一答方式により一般質問をさせていただきます、えー、今議会における私の質問は今年の11月にオープンを予定している新図書館の運営についてであります新図書館が建築設備蔵書運営すべてにおいて全国に誇れる それこそ日本一の私立図書館になるよう願いを込めて質問を行いたいと思いますオープンまでも半年を切りました建築は業者さんに任せるとして蔵書の整備あるいは運営については教育委員会をはじめ館長先頭に職員全員が方針を定め準備を万体に行いこれぞ図書館という内容を初日から見せてもらわなければならないと思います ところで、えー、建築についてですが館はほぼその全容を見せてきました熊健吾建築設計事務所の設計である意味これだけで全国に誇れる図書館になっても不思議ではありませんしかししかしですさて、えー、その実物はどうでしょうか私は図書館のすぐ近くに住んでいて ほぼ毎日その姿を見ているのですが、その外観の印象は、一言で言って、残念というほかありません。もちろん印象については、好みの問題もあるので、えー、くどくどとは言いませんが、仕上げがいかにも安っぽいねということです。 これは私だけでなく妻も同じ感想を言うのでやはり残念と思うわけですもう少しこれぞ熊健吾さすが熊健吾という工夫発想がうかがえて、まあ、私から言わせるともう少し上質な質感デザインが欲しかったなというふうに思いますまあ言っても仕方がないことですので建築物としては ここういうういいものだということですただ、前々から心配している木材特有の性質である予期せぬ変色、あるいは反り、あるいは割れといった痛みに対する防御策について、今一度しっかり確認をしておいてほしいと思います。これがしっかりなされていない、あるいは甘いということになると、後で、 貸し担保責任の問題になって、市も業者もお互いに厄介なことになるので、ここはよろしくお願いをしておきたいというふうに思います、まあ。とにかくハード面は業者さんに任せるしかないのですけれども、ソフト面は職員がやっていくしかないといいますか、職員がやれるので、この部分について教育部長に質問を行います。その前に、 新図書館整備についてこれまでの経緯を簡単に振り返っておきたいと思います。そもそも図書館はどこの自治体においてもなくてはならない公共施設であります。そしてその行政サービスは市民生活にとって大変重要で不可欠なものと考えます。もっとも運営形態について近年、直営化、あるいは指定管理化、 あるいは民間事業者との共同化など、議論が活発化している状況がありますけれども、本市においては、直営を前提に運営を考えていく方向と理解をしています。したがって、図書館に関しては、行政はもちろん、本議会においても関心は非常に高く、10年くらい前から文教福祉常任委員会で現状と課題、あるいは図書館充実の在り方などが議論され、検討されています。そうした中、 ハード面の整備においては、平成26年度には、まず駐車場拡張、そして新入り整備が行われました。合わせて建物の整備計画が策定されています。本市の図書館は、市の成長とともに拡大整備されてきました。もともとの旧館に新館が同築されて、サービスの充実が図られてきたのですけれども、 建築物はそれぞれの状態が異なっていて維持管理に困難をきたすという現状がありました当初の計画は新館を残して雨漏れと痛みの激しい旧館を建て替えるというものでしたしかしそれまで文化施設には補助金を出してこなかった国が社会資本整備相互交付金2分の1補助ですけれどもそれを図書館改修も対象にすると という方向に動いたことで、それなら思い切って全館建て替えてはという声がむしろ議会から上がりました。行政も財政状況等を見直し、検討の結果、方向転換を決定して、平成27年度から図書館整備準備室を新たに設置するなど、全館建て替えの方向で具体的に動き始め、現在に至っています。建築本体工事費約20億。 そして2分の1ですから、国の交付金約10億ということであります。まあ、さて、こうしてまもなく完成する森山市立図書館、どうした運営、どうした雰囲気になるのでしょうか。先にも述べましたが、図書館サービスは子どもや青少年の育ち教育、さらには大人の社会教育、教養関与、ひいてはその町の品格にまで影響を及ぼす重要な行政サービスです。したがって これまでもそのあり方をめぐり、先ほど申し上げたさまざまな議論が展開されてきましたし、平成25年度には専門家も入った森山市立図書館整備基本計画検討委員会を設置して、施設整備のみならず、その内容について検討されています。すでにこの委員会の検討結果を報告されているのですが、改めて運営面についてどのような問題があって、 その問題をどのように解決するのが望ましいとされたのか、特に市民の皆さんからの声、要望の強かったものはどのようなことで、それにどう応えるべきとされたのか、そして今まさに大きく新しくなった施設で具体的にどのようにしていこうとしているのか、現在の認識をお伺いいたします。 教育部長、はい、それでは国枝議員ご質問の新図書館の運営につきましてお答えをいたします森山市立図書館は昭和53年4月に滋賀県内で戦後 最初の公立図書館として開館をいたしましま開館以来多くの市民の皆様にご利用いただいてまいりましたが人口の増加とともに市民のニーズも多種多様また拡大し施設面での不備等自制的機能的にも課題が出てきておりましたそのような中図書館の在り方の検討を重ね平成25年度には 基本計画を策定するために外部委員を交えた森山市立図書館整備基本計画策定委員会を設置するとともに議会でもご議論を賜り多くの皆様からご意見を頂戴する中全面改築で図書館を整備していくということになりました平成28年度の建築工事の着工からこのたびいよいよ本年11月1日に 新図書館を開館する運びとなりました皆様のご支援ご協力に深く感謝を申し上げますそれでは1点目のご質問図書館整備基本計画の時点におきまして運営面での問題点に対しましてそれをどのように解決するのが望ましいとされていたのかあ特に市民の皆様からのお声や要望が 強かかっったたものののはどのようなことでであったのかにつきまましてでございます運営面での課題のベースとなります、施設面における課題といたしましては、ご承知のとおり、1つには、施設設備の老朽化や不良初夏、書庫の不足、2つ目には、図書、書家スペース、閲覧スペースの不足、3つ目として、駐車場、駐輪場の不足などが挙げられておりました。 そこで、運営面での課題でございますが、1つ目として、人口規模に対する増殖数の不足、また2つ目として、他の図書館と比べて職員が少ないのでは、3つ目には、多様化する市民の資料要求に応えるための新刊書や雑誌、オーディオビジュアル資料の不足、4つ目として、市内の中学生、また 高校生の利用が少ない、5つ目には、誰もが身近に貸し借りできるサービスがないなど、9つの項目が挙げられておりました。また、過去に実施をいたしましたアンケート調査やワークショップにおきまして、市民の皆様からご要望の多かったものは、1つには、資料の充実であり、また2つ目には、 さらに、日頃よい図書館の方を利用されている方々からは、オーディオビジュアル資料や文化芸術に関する資料が少ない、また、ゆったりと本を読め、文化芸術活動ができる場所が欲しいなどの具体的なお声も頂戴をいたしておりましたこうした。 ご意見ご要望に対しまして、今日まで図書館では、他の公立図書館などからご要望の資料を借用して対応したり、また、限られた施設を工夫して、利用者のスペースを確保するなど、講じてきたところでございます。しかし、蔵書冊数を増やし、各種資料を充実させるためには、それらを配下できるスペースが必要であること、また、 中高生の利用を促進するためには、中高生が図書館に来やすくなる空間作りが必要であることなど、抜本的に解決するには、ハード面での限界があることから、全面改築による図書館整備により、市民の皆様のご期待、ご要望にしっかりと応えていくべきと、未来に臨む姿をお示しをいただいたところでございます。そこで2点目ののご質問の 大きく新しくなった図書館を具体的ににどののようししている、えー、しているのかでございます、えー、新しくなった図書館を多くの市民の皆様に気持ちよくご利用していただくその基本となりますのはやはり、えー、利用される方々と身近に接します職員の対応、体制がポイントであると考えております。えー、首相が より積極的にフロアに出て利用者の読書相談や質問に答えるなど利用者との密なコミュニケーションをコミ,コミュニケーションはもとよりいいきめ細やかなサービスを心がけることやより探しやすく関心が広がっていくような書家を作るなどやるべきことは多々あると認識をしておりますそうした中で新図書館ではより多くの子どもたちに 読書に興味を持ってもらうとともに子どもたちをはじめより多くの人に利用していただくため新たな取り組みとして読書通帳を導入をしてまいりますまた昨年度複数の職員が国立国会図書館か関西館をはじめ県内外の先進図書館に研修に出向きまして公立図書館の連携や図書の選定方法 また、学校図書館との関わりなどにつきまして、学んでまいりましたので、その成果につきまして、しっかりと新図書館の上に生かしてまいりたいというふうに考えてございます。先日の6月5日は、国立国会図書館が開館して、開館の記念日でございました。1948年、昭和23年6月5日に開館をし、70年を迎え、図書館は、 皆様の資料への提供に加えまして、図書、雑誌も大切なく国の財産として、時代に伝える大きな意義ある施設であるというふうに広報もされてございます。本市の図書館も開館40年の節目の年に、豊富で多種多様な資料と、市民の皆様が文化、芸術活動を十分に行うことができる広いスペースが一体となった。 新しい図書館として生ままれ変わります新図書館は本と人が出会い、人と人がつながる地の広場を基本コンセプトに、市民と本の出会いを生み出し、本を通して、人と人がつながる場となることを目指しております。将来にわたって市民の生涯学習を支え、文化芸術を振興し、持って社会教育に資する、 これまでにない文化芸術の拠点として、赤ちゃんから高齢者まで、多くの市民の皆様にご利用いただける図書館としてまいります。以上、答弁といたします13番、国枝敏孝君、どうぞ、はい。ありがとうございます。 ななかなか力強いい決意のこもった答弁で期待をしていま,すまず内容がしたる質問の趣旨ですけれどもまずその前に建物についてね若干ね、えーまあ、質問意見を伺いたいなと思いますけれども答弁の中にね 議員ご心配をいただいております外部壁面等の木材使につきましては、防腐剤を突出するとともに、経年による変色が目立たないような色で上乗りするなどの工夫をした施工を行っておりというふうにお答えいただいてますけどね。これは、あそれはなかったのか。 あないないやいや前からちょっとないないで聞いてるの <laughs> いやまあそういうふうにあのー、ちょっとね、えー、お伺いした時にそういうふうに教育委員会はお答えになられたんですよでまあそうかということでまあそれならということなんですけれどもね その、まあ、部長ご,ご存じかどうかわからないけど、その答えに対してね、これは熊健王事務所がご心配なくというふうに答えたのか、それともまあ職員があの、まあ、そういう仕様になっていますというふうに答えたというのか、これはどちらだと部長は認識されます、はい、教育部長。 ご質問の前段で、建築人に対しまして、木材使用の件でお述べをいただいておりました、えーまあ、あの木材の使用に関しましては、あの当然あの、設計監督をいたします、あの熊健吾建築設計事務所、まあ、しっかりとあの確認を取って、えーまああのまあ、説明、現、え、さ、ー、の方への説明もさせていただいておるというところでございます。でえー、あの外部の壁面 等における木材の使用につきましては、防腐剤の塗布等で加工をするなど、そしてまた、経年の変色が目立たないような色で上塗りをするなど、しっかりした施工を行ってございます、そうした中で、壁面への貼り付け、施工というふうな部分も、例えば部位によっては、 木材の部材を厚いものを使用するなどということで工夫をして施工をいたしております。まああの議員さんおっしゃられますようなあの業者さんに対する対応と今後まあ建築後も十分にしっかりと注意をしてまいりたいと考えてございます。以上お答えといたします。十三番国枝ャト君。うん。 あのまあ、当然ですわな最初から「いや実はちょっとあの心配してますね」ということは答えられへんからあ当然大丈夫ですというふうに答えるのは当然なんですけどあの、まあ、普通常識的に考えてねあの当然あの心配するわけですでいや心配が当たってんやけど言うたらね施工業者か設計の熊事務所が どちらに責任があるのか分かりませんけども見えない結果やと貸しやと直せというふうにいうことになりますからねだからあらかじめまあそうなったらまあ双方しも困るしねあの双方困るんでねあの言っときますけど府警保育園のあの外の板があまあ話題に本会議の話題になりましたけどね 23年でああいう状態になったら当然、貸し担保責任を問うということになりますからくれぐれも、くれぐれも漁師さんにはあの言っておいていただきたいというふうに思います経年変化による変色が目立たないような色でと逆に言うたら目立つ色にしてるんちゃうかとあんな白っぽいたで。 というふうに、まあ、素人的には思いますしね、あのーまあ、そこら辺が心配なんで、ここはあのー、ぜひあの念押しをして、心配やったら、今からでも外して取り替えてくれというふうに、あのー、アドバイスを、接種として、建築主として、あのー、言っておいてください。それを言っとかないと、あ,のー、あと、賠償の問題のときに、えー、言うたやろと。 建築主としてお願いしたいやろうということを使用できなくなりますから、必ず言っておいてくださいね。はい、じゃあ、中身に入っていきます。まずね、あの図書館については、まあ、これがベストというのは多分ないんだろうと思います。まあ、それぞれ10人問いろ議論すれば100室。 まあ、あの理想系というのはねなかなか見出しがたい施設だとは思います、まあ、しかし共通していい図書館であるという評価を得るのにはね、えー、ご要望市民の皆さんからのご要望にもありましたしあの検討委員会でもおっしゃられてますけども、まあ、基本的に蔵書資料の、まあ、あ量といいますかね まあそここはもうあの最低限のととだと思います、まあ、多ければ多いほどいいということにはなるんでしょうけれども当然いろんな制約がある中でできるだけできるだけあの多く揃えると揃えておくということがまず最低限だと思いますけども、まあ、また世の中には溢れているんでね当然あの選択しなければなりませんよねで。予算の制約もありますよねまずね。 そのまず、あじゃあ予算をね、聞きましょう、だからここ、あのまあ、3, 3年、5年ぐらいのね、その要するに増呈資料の購入費、購入予算の推移を分かりますか、部長、ちょっと答弁をお願いします教育長。はい えっと、図書館に整備をいたしております、あの図書購入費でございます、えー。平成30年度、今年度は新館に向けまして、えー、多くの予算を措置いただいております。えー、今年度、平成30年度は、えー、3900万円という規模で、図書、またあの AV 資料含めましての総合計です。ままたあこれまでの 通年の、まあ、平均規模でございますが、えー、図書、AV 資料、合わせまして、まあ、年間1800万円の規模で、えー、予算を計上いただいておりまして、えー、図書館の図書の購入に充当をしてまいりました。以上ででございます13番国坂君それでね だいいたあれなんですね今の予算の制約もありますし当然、書庫等の制約もありますから、えー、限られるんですけどもでそもそも、じゃあこの予算でどの本をどの資料をどの量ディ DVD を買うかというようなことの決定の手続きというのはどうなっていますか教育委員会も入ってるんですか教育長も入っておられるんですかね。 教育庁。図書館の蔵書の選定等につきましてです、えーまあ、あの教育長の方が入ってというふうな部分には至ってませんが、当然、専門職員、司書。 の中でえしっかりとその選書等をさせていただいておるというところでございます。えー、選書に当たりましては、まあ,あのいろいろな観点からあの選書させていただいておるということで、えー、例えばあの新刊の現物をあの提供いただいており、またあの書評またあの市民のリクエスト、あるいはあの専門家の方々からのご意見を伺った中で、まあ、そうしたものを参考に。 えー、まあ選定選書をさせていただいておるというところでございます。以上です。十三番国谷俊孝君。はい、ということはまあ,あ決裁権は官庁、決裁は官庁やと。でまあ教育長もまああのー、ね。 雑談ではしゃべってもまあ決裁権はない市長もその選ぶ本については決裁権ないもちろん我々議員もないとそうするといつにまあ現場の判断でえ本が選ばれるということでよろしいですねうんあのいやまあそれはそれだったらそれでいいんですそれはそれでいいんですがえもちろんだからそれに伴ってえ廃棄廃棄の手続きも 当然、あの現場、官庁の決裁で行われているということですね。ということですね、はいあのー。そういうことですからね、ぜひ、あのこれから、あのーまあ、秘書の皆さんについてはあのー、さまざまな、さまざまな情報を、あのこれまで以上に収集をしていただいて、 でえー、読まれる本、<laughs> 好まれる本、ええやんかと言われる本をね、あのー、ぜひあの厳選してほしいなというふうに思います。どうも部長もその中には、あの正式には入れないようなので、えー、ここは幹事長にぜひとも、えー、今日の本会議の質問を通じて要請があったというふうにお伝えをください。 それでですねまあ一つねまあ今のこういう話をね私読みましてねで学校図書室で小学校ねが図書委員にもう全面的に任せて本をあの選ばしたと今の学校図書室にあの入れる本をそしたらまあまあ漫画ライトノベルを中心にえまあそういうのばっかりになって。 してところがその貸し出し量はあの飛躍的に伸びたと、まあ、こういうようなことでこれがいいのか悪いのかというのは非常に問題ですねという難しいですねという、まあ、提案あの議論なんですけどねあのこの部分でねあの、まあ、官庁がどういう方向でおられるか分かりませんけども、えー、中高年層の,あの来館 また読書への関心を高める、まあ、一つの、まあ、試みを新図書館でやっていきたいというような答弁ございましたけどもねこのあのねま,ま漫画本でもそうですしまあまあ,あのライトノベルといいますか軽い読み物なり、えー、またあのオーディオビジュアル機器についてもねあの 結構微妙な触れ具合のところがあると思うんですけどねで私はむしろその要望の強いえこんなもん私立図書館に置くのという部分ぐらいもね踏み込んで、えー、置いていくという方針のあ選択をしてほしいなと思うんです。 で部長はどうだと、こういうふうに聞いてもいいんですけど、部長、そこに入らないんで、あのできれば、あのまずねあの、来てもらえる、呼んでもらえる、まあ、そういう部分の本をリサーチして、置いてもらえるようにという意見があったということをお伝え願いたいなというふうに思います。 でそれでね、それでなかなかあの権限のない部長にお聞きするんでこう喋りにくいんですけどねあの、配置、配列についてもそうなんですよ。で、あこれもね、これ、委員会正式に聞いたかな、これも今度、喫茶部分ありますね、あれは今度、もう頑固堂さんに決定されたというふうに聞いているんですが、それはまことですか 教育長<上>、えー、こののあの新図書館への部分で、えー、喫茶というコーナーを設けるとで、えー、入っていただく事業所さんにつきましては、本のがんこ堂さんということで、えーえー、図書館、まあ、あの3つのゾーン、大きなゾーンに分けておりますが、木漏れ日広場という、まあ、あの自由に行き来、出入りしていただけるところに、ゆっくりと。 利用者の方が時間、過ごしていただけるような環境を整えていくということで、えー、準備をいたしております13番、国谷敏隆君、はい。それでですね、頑、あ、固、のー、とさん、まあ、喫茶運営ということで、お入りいただくんですけどね、私はできたらね、あのー、以前、私ら会派でね、あ,のー、あそこですよ、えーえー、どうだっけ。えー えー、武雄あ武雄佐賀県の武雄市立図書館あの蔦、ー、屋さんとスターバックスかなで、まあ、公立の図書館がコラボして運営されている武雄図書館視察に行きましたあまりいい印象ではなかったですそれであのー まあこれもね評価分かれるんですよねいろいろねあの人によって。でまあ今度あの森山司立図書館についてはそういう,もう図書館本体とミスに連携というかあのコラボしてということにはならないというふうに考えてますけどねあの例えば今の「戦書」本の選ぶ 一つの方向で今の,のちまたの要するに大衆の皆さんの頑固雑産会社はお客さんですけどねお客さんのマーケティングリサーチをねその選書の中に生かすとかねで並べ方本の開花のまず 書庫から取り出して開花式の本棚に並べるますよねで並べる本の選び方で並べ方とかねでそういうこともね僕あの頑固堂さん、まあ、まあ社長かスタッフ社員の皆さんか分かりませんけどもそこはね是非ね、あのー、共同してほしいと思うんですけどねでそういうことは部長としてあの可能だなといやそれは無理だとどういうふうにお考えです 教育部長,、はい議長えー、今回あの、図書館のほうにその、えー、本のプロの業者さんが入っていただくという部分で、えー、今あの、国枝議員、えー、おっしゃっていただきました、あ公立図書館への選書、まあ、そうした部分とか、まだあの市場の状況、そういう部分を言うのは十分にあの参考になるのかなというふうな部分でも思いますので、あの図書館、まあ、職員、その身近に、 まあ、接しますので、おりますのであの、連携を取らせていただくような環境を作れたらなと、廃、えーまあ、書、廃家ですか、まあ、そういうような部分もお,おっしゃっていただきました、あこれまでからはもうお図書館、えー、基本的には、十、えーまあ、分野というんですかね、あのでもって、えー、図書等を整理をいたしておると、まあ、そういうような部分で、まあ、あのどの図書館も、 その利用しやすいというんですかね、そういうような環境づくりで、例えばあのテーマごとに集約したりとか、いろいろと工夫を持って、これまでからもやっておりますし、今後もまあそういう部分では、例えばあの児童書の近くに、ああ暮らしのコーナーであったりとか、子育てのコーナーであるまあお母さん方がまああの読めるような部分とか、そういう部分も、やっぱりあの民間さんのご意見等も参考にしながら、 重ねていけたらなというふうに存じます。以上です。十三番クイアトシ君はいぜひねあのー、そういうことで元、えー、堂さんとのねあのー、まあ連携をねあのうまくやってほしいなというふうに思います。でそれであのー、ね。えー まあコーヒーをメインに飲みに来てちょっと本を見てみようかとかねもちろん本を図書館に来られた方がちょっと一服ということでコーヒーをそこで飲んでいただくというようなまあ関係だけではなしに中身も含めて中身も含めてねあの頑固堂さんとぜひねうまくあの共同して蔦屋さんに負けない コラボをここで実現してほしいなというふうにあの思います。でそれとねあのあもう一つねあのでスターバックススターバックスのね社長がこの間コメント出しててでもうあのやめられるんですよねあの所有者がでそこでねスターバックスのポリシーはサードプレイスなんやサードプレイス。 第三の居場所をあの市,民の、まあ、市民というかねあの、まあ、消費者の皆さんに提供するというのが、まあまあ、あのポリシーでしたと要するに職場でもない学校でもない第三の,あの居場所をあの多くの人に提供するということがあのポリシーでしたというようなことをおっしゃってましたけどねで図書館もねあのそうなんですあの居場所づくりだとも思うんです。 でもちろん本を読むとかね何とかがメインではありますけれども、まあ、そこであのゆったり過ごす一人で過ごす場所というね、まあ、そういう空間の提供もねあの大きな役割だと僕は思ってるんです。で先ほど渋谷議員からその自殺防止でね あのーまあ、どうするんやという話にもまあちょっと関わるんですけどね、ほらいつか、あのー、鎌倉市立の図書館かな、あのー、ツイッターがちょっと話題になりましたね、僕、調べてきたんでちょっと言いますけどね、でこれ、2015年の8月です、2学期が始まる前、もう3年前ですか、あ4年前ですか、学校が始まるのが死ぬほどつらい子は、学校を休んで図書館へいらっしゃい。 漫画もライ1日いても誰も何も言わないよで9月から学校へ行くくらいなら死んじゃおうと思ったら逃げ場所に図書館を思い出してねというツイートをね出したんですよでたでただねまたあの返すツイートがいろいろあって、えー、賛否いろいろあるんですけどね 公共の場所がこういう姿勢なのはいいねいいねのツイートですね。救われる言葉だね。でまたね、否定的なツイートもあるんですよ。学校はって聞いてくる大人がいることは目に見えてるね。図書館秘書の視線はかなり冷たいのが現実だけどね。 まあこういうようなツイ,ツイートがね、まあ、これに対してなされてるだから割とこのリアリティを持って図書館というね一つの空間に対するまあ意見が混ざってると思うんですけどね、あのー、ぜひね、あのー、森市図書館も、あのーまあ、そういう、まあ、ツイッター出すかどうか別にしてそういう場所になるように、あのー、プライバシーは守りながら あの遠くから優しくあの見守るあのような雰囲気をぜひ、市長さんを中心に職員の皆さんで作っていってほしいなというふうにあの思いますが、部長の所感をお願いし <laughs>、はい、ます、あ。あの図書館という まあ、あの公共施設、えーまあ、あの子ども、またあの大人でもそうですけども、居場所というのはあの安心して、えー、自分を生かせる場、またあ個性能力、自主性、主体性を発揮できる場というふうな部分の,あのスペースかなというふうな中で、えー、家庭ではまたあの学校以外の居場所の一つというふうな部分で、重要な図書館。 あの位置付けあるのかなというふうふに考えておりま,す、えー、まあ子どもが例えば不登校の子どもさんが学校以外の場所というふうな部分でどんどんまた利用していただけるようにまたその利用される子どもたちには職員も十分に気を配るというふうな部分が必要なのかなということで中高生にとってもまああの 居心地の良い図書館というような形でし、えー、ていきたいというふうに考えてございます。以上です。十三番国谷利孝君、はい。はい。あのもうぜひお願いしたいし、あのまあねいろいろ、えー、建物の中身を議論議論していく中で、えー、まあ学習室もね。 充実した学習室もあのね設計の中に入れていただきました私もあのぜひにということでお願いもしてきましたあのどうして中高生図書館に来てもらうか、まあ、いろいろあの議論されてましたけどね、まあ、なかなか難しいかろうとしかし学習室勉強部屋をね勉強部屋を作ったら夏休みなんか朝並ぶよと。 ね、順番どうすると森山市在住者優先とか言うて配ると草津からも立東からも来るよというふうにいやそれは分かりませんよ現在でもなんかそういうようなイメージになるんでね是非、あのーまあ、そうなってほしいし、まあ、おそらくそうなるでしょうだから彼らがまた本をあの借りて読むかどうかは別です、まあ、とにかく図書館へ来てもらうね一つの、あのーね、空間の提供ですし。 でおそらく、あのー、スタジオ、防音室もおそらく予約でいっぱいになるでしょう、あのー、おそらくだからあれも、あのー、よかったんではないかなと、今はですよ。 いや全然観光通りがないっていつでも空いてるぜというふうになると残念と先ほど建物じゃなくて残念とあのいうことになると困るんですけどねまあ多分おそらくあの予約でいっぱいになるでしょうまあそういうようなことであの文化施設としての機能も十分発揮できるまあそういう都合りになってますからあのぜひ頑張っていただきたい最後に最後にまああの これも、ね、部長に聞いても仕方がないというかあれなんですけど最後はやっぱり人だと思いますで先ほどのツイートにはありましたけれども「図書館思想の視線はかなり冷たいのが現実だけどね」というツイートもありましたけどね「あのそうではないその温かい目でそしてあの気持ちのいいあのスタッフ森、えーね、山市図図書館なんか皆気持ちいいね」と。 あの笑顔であの明るいねというふうにあの言われるようにこれはこれはもう共通だと思いますまあ蔵書がどうとかいろいろね並べ方がどうとかね、まあ、いろいろありますけどこのスタッフの,あの、まあ、接遇の,あの好感度というのはねこれはねあのもうどこでも共通だと思うんです、まあ、そういうような意味で官、えー、長先頭にね あの市長の皆さん、そしてまたあ臨時職員の皆さんもいるのかな、だから全員があの心を合わせてあの、気持ちのいい、明るい、あのそういう空間を演出してもらうようにお願いしたいと思いますが、部長のご意見をお伺いします教育部,部長。はい以上 まさしく、あの最初のご答弁の方でも申し上げました。とおり、あの利用者の皆様に気持ちよく来館をしていただく利用していただくという風うな部分の大きなポイント職員の対応であろうかなというふうに考えてございます。まあ、施設がただ、単に大きくなってきれいになってというふうな部分ではなく、やっぱりあの丁寧にそれぞれ来られた方々に対応する。きめ細やかなサービスをしっかりと。 心がけてまいりたいということで考えてございます。あの図図書館の職員もおおもっともっとあのそのお資質等をいろんなところあの研修をさせていただきまして、えー、能力を上げてそうした対応に努めてまいりたいというふうに考えてございます。以上お答えといたします。十三番宮田社長君。最後に あの部長のねきめ細やかな丁寧な、まあ、専門的なというふうに言われるとなあゃ、ちょっと、まあ、そういうふうに部長から何らかのメッセージを発するとね現場がそのように動くとねあの私とイメージとはちょっと違う、うん、ある意味野放図なところもね接遇というのはいるんです。 だからまあ百貨店が苦境に陥っているという売り方と、ね、コストコの売り方とあの <laughs> 比較してほしいんですけどね、あのまあ、そのつかず離れず、ね、あのここはなかなか絶妙,の絶妙のバランスがいるんですけど、絶妙のバランスここがだからプロなんですよ、ここが難しい。 酔ったら酔ったでええやというふうにね、なんか誰かの指示でやってしまうとあかんねそれは。また離れたら離れたらええわという、これまた冷たすぎてあかん。この絶妙のね、バランス、これをね、やっぱりみんながあのそれぞれ注意し合いながらというかね、見合いながらね、あのやりたいなというふうにあの、間違わずに伝えてください。よよろろしししししくくおお願願いいいままますすす以上でありがとうございました